チャラリンコクッキング。はい、チャラリンコ。はい、今回はね、白菜ですね。ただの白菜の千切り、ただの白菜の細切りがもうただならぬ、最高のね、メインの一品になるっていう、料理を紹介します。前にラーパー菜とか漬物っていうか、そういうのを紹介したんですけど、まあ、それとはちょっと違うサラダ感覚のレシピですね。もうほんと白菜のただの千切りがめちゃくちゃもう最高の一品に変わります。びっくりしますよ。はい、じゃあ作っていきましょう。はい、まず白菜ですね。これが、350克ですね。これちょっとね、今回は食感を生かしたいんで繊維に沿って切ります。これを細切りにしていきます。で、葉っぱの方もね、葉側はちょっとね、ちょっと太めの細切り、こんな感じ。ちょっと1本だとちょっと多いかなって感じなんで、半分ぐらい、よいしょ、斜めに細切りです。これぐらい、まあ、1本ぐらい入れちゃってもね、美味しいんで。はい、じゃあこの白菜の方に塩ですね、小さじ1弱ぐらいで、軽くこれ塩もみします。で、水を抜く目的はないんで、もうささっとこう塩で和えたら、もう水でさっと洗っちゃいます。水にね、つけちゃいます。冷たい水、夏場は氷入れて冷たくしてください。はい、こんな感じです。これ冷たい水でやることでシャキッとします。これね、すごく美味しくなるんです。もうシャキッとするんで、これ水を開けます。で、水気を切っておきます。はい、じゃあタレです。お酢大さじ3杯。で、砂糖、これ三温糖です。普通の砂糖でもね、大丈夫です。三温糖を大さじ1杯。ここにね、鶏ガラスープの素、小さじ1杯。これ、オイスターソースです。はい、これがね、めちゃくちゃうまいんです。はい、じゃあちょっとね、白菜の水、これ、拭き取ります。よっ。唐辛子をこれ2本ですね。このように種を取っております。半分に折って種を取っておきます。今ね、白菜の方にこのタレを入れていきます。はい、で、上にですね、ネギですね。はい、上にネギ、はい、こんな感じです。じゃあフライパンですね。フライパンにこれごま油ですね、大さじ1杯。したら、ここに、鷹の爪を入れます。はい。で、火にかけます。で、これね、弱火。ちょっと弱火にして、唐辛子の色が、もう黒っぽくなるまでね、弱火でじっくりこれ温めていきます。もちろんこれ辛いの好きな人は、唐辛子の量を3本とかにしてもね、3本、4本とかにしても OK です。で、辛いの苦手な人はもう1本とか、そんな感じにしてください。もう弱火でね、じっくり唐辛子の辛みや旨みを油に溶かしていく、そういう感じなんです。でもほら、こんな感じ、こんな感じでかなり唐辛子が黒っぽくなりました。これ結構辛みが出てますね。はい。したら、でもネギ乗ってるじゃないですか。ネギの上にかけます。ネギのね、香りを出してやる。で、この唐辛子ね、
ちょっと苦味があるんで、これはね、入れないです、僕は。まあ、結構中華料理店とか行くとね、結構入ってますけどね。僕は入れません。はい。じゃあ、あとこれね、混ぜ混ぜです。これだけなんです。これがめちゃくちゃね、美味しいんですよ。病みつきになります。びっくりしますよ、これ食べたら。白菜だけでこんな美味しいの？びっくりします。はい。で、これで完成です。ヤンバンパーツァイです。これうまいんだよ。びっくりするよ。ちょっと柑橘とか効かせてもうまいんですけど、まあ、まずこれだけでね、皆さんにね、味わってほしいんですよ。ヤンバンパーツァイ。ね。すごいびっくりしますよ、これ。はい。で、こんな感じですね。やみつき白菜。都市式ヤンバンパーツァイでございます。もうこれ食べたらびっくりしましたよ。これはね、箸が止まらないです。これは本当にやばいんですよ。それじゃね、やみつきヤンバンパーツァイ突進式いただきたいと思います。なぜならこれだけで美味しいから。このね、こういう白菜の食べ方があるんだよっていうのをね、まず皆さんに知ってもらいたいんですよ。はい、こんな感じです。それではいただきます。それではいただきます。うん、これめちゃくちゃスーパーおいしい。止まりません。箸が止まらない。シャキシャキがね、やみつきです。うん、高級中華の一皿ね。もう本当これだけでものすごく美味しいんで、ぜひ皆さんね、一度これ試してください。最高です。はい、ということで今回はね、ヤンバンパーツァイ都市式やみつき白菜ですね、紹介しました。これが気になる美味しそうを思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、いいねボタン、ポチンコお願いします。それではまた見てね。最高、やって止まらない。めっちゃ美味しい。お試しあれ。